石庭の地で義軍を退け、御帝の座へとついた孫権。一方義では敗走した早急に代わり、敵の陣は深く、兵数も圧倒的、敵の懐に入る形での戦いになります。包囲されれば簡単に潰されます。各軍連携を密にして進みましょう。
れませんね。兵器を止める機会を探しましょう。
名は伊達ではなかった。そうと、私は虎を継ぐ男、貴様を喰らい天下へとするのだ。思い上がる、この城は合皮ごとくれてやる。だが、ここからが始まりだ。何？くっ、まだこれほどの。聞くぞ。え？はあ、まあ、そうおっしゃるなら。あがき、傷つき続けるがいい。それでも、食らいついてきたならば。捕らえ、乱世の果てでまた会おう。義はまだはるかに強大なのだな。この城一つ戯れに捨てられるほど。だが虎は欠ける。託され、繋いできた大使ある限り。戦い続けよう。野心と戦乱の耐えるその時まで。